具法水水のみ地蔵院は、大阪府八尾市、大麻館立にある地蔵堂。一般には、水のみ地蔵の名で知られている。八尾市の東北部、十三峠に至る十三街道を、上がり、峠まで八分目ぐらいの場所に位置する。斜面から張り出して本堂が立ち、その北側には首楼、南側には具法水の小堂がある。本堂からは、大阪平野の広範囲を見渡すことができる。 本堂内に水のみ地蔵と呼ばれる石蔵地蔵菩薩像が安置されている。縁起によれば地蔵菩薩は上和三年に総一縁によりこの地に安置されたという。現在の地蔵菩薩像は元禄七年に造立されたものである。本堂の南側に小堂があり、その中の水壺から清水が湧き出ている。俗に愚峰水と呼ばれ、空海が十三峠を超える。 旅人のために祈願して得た霊水と伝えられている。ここの湧水は活気などに効能があると言い伝えられ、現在でも霊水を組みに訪れる人々で賑わっている。当地から峠にかけて、大阪府民の森水のみ園地が広がっている。ふもとの神田地地区にある神田地辻地蔵の祠の前から当地までの旧、街道沿いには33箇所、66体の 地蔵像が一定間隔で安置されている。ありがとうございます。